いくらがトッピングされた石狩鍋石狩鍋は鮭を主材料とし味噌で調味した日本の鍋料理であり北海道の郷土料理である塩鮭を用いた三平汁と混同されることが多いが石狩鍋は味噌仕立てであり塩漬けしていない生鮭を使用する石狩鍋は鮭の実や骨などのあらと豆腐玉ねぎキャベツ大根椎茸人参長ネギなどの野菜を 昆布で出汁を取った味噌仕立ての汁で煮込むものとされている。また、汁へ酒かすを加えたり、バターや牛乳などを隠し味に使う場合もある。最後に、山椒の実か粉を振りかけて食べる。名称は、鮭が産卵時に訴状する石狩川にちなむ。元祖は、北海道石狩市の石狩川川口近くにある1880年創業の割烹。 近代亭と言われ、明治時代に地元の漁師がまかない料理として、味噌汁の中に、鮭のぶつ切りや、あら、野菜などを入れて食べていたものが、近代亭の手によって、世に送り出された。当時の漁師たちの料理に使われていたとは、思えないような西洋野菜の使用や、鍋にコクを出して、鮭の生臭さを抑える山椒の使用は、近代亭のアイデアとみなされている。石狩鍋は、 2007年度に農林水産省の主催で選定された農産漁村の郷土料理100選においてジンギスカンやチャンチャン焼きとともに北海道を代表する郷土料理として選出されている。石狩鍋の PR のために石狩市内の飲食店で結成された秋や樹の会が制定した記念日で毎年9月15日日本記念日協会に申請し2008年7月に 正式に認定された。日付は、石狩で酒が取れる時期で、9と15を、食い頃、食いに行こうと読む語呂合わせなどから、ありがとうございます。